はい、皆さんこんにちは。今日はですね、私はやっぱりね、筆箱って結構好きなんですよ。まあ何個か持ってるんですけど、やっぱ人と被っちゃうじゃないですか、既製品のもの買ったら。ということで、オリジナルの筆箱作ってもらいました。はい、じゃだん、可愛くないですか。もうめっちゃ猫の筆箱で、入る感じも結構よくて、中も可愛いというかおしゃれ、落ち着いた感じですね。可愛いっていうよりなんか大人っぽい感じですね。可愛いね。はい、で他にも作ってもらったんですよ。じゃじゃーん、こちらのポーチもね作ってもらいました。でこれね、ちょっと物語になってて、これがお散歩で、これが遊ぼう、でこれがお休みですね。この3つのねポーチ、こんな感じで物語になってます。はい、で中はこんな感じの落ち着いた花柄ですね。はい、こちらにも後ろに2個こういうのがついています。はい、これも可愛い。はい、でおばあちゃんがとってもね、手芸とかが上手いんですけど、洋裁とかもうすごいですよね。私すっごい不器用なんで、この夏おばあちゃんにね教えてもらおうと思います。はい、それでもう1個あって、このフクロウのキーホルダーですね。めっちゃ可愛いんですよ。これはもうやばい、可愛い。はい、裏はこんな感じですね。なんか今ハンドメイドのものもめっちゃ流行ってますし、まあ作る方それぞれに個性があってすごいなって思うんですけどね、やっぱ才能ですよね、こういうことできるのって。なんでも。はい、でこのねおばあちゃんが作ってくれた3つのポーチなんですけど、これがママのやつで、これが私のやつなんですよ。でこのもう1個をちょっとメルカリで出品するんでチェックしてみてください。こちらもこんな感じで、中はこんな感じで同じようにポケットが2つついてます。まあこういう感じで私も一緒に作っていきたいと思うので、ぜひメルカリの方もチェックしてみてください。それではまた見てね、バイバーイ。チャンネル登録はこちらからしてね。おー。